宇佐市民図書館からのお知らせです。宇佐市民図書館司書の枠と奥田が綿綱記念ギャラリーよりお送りしています。本日の内容は俳句大会表彰式、読書週間の展示紹介、上映会のご案内、お話し会のお知らせです。10月22日土曜日午後2時から俳句大会の表彰式が行われます。当日区も募集します。どなたでもご参加いただけます。またギャラリーでは横光リーチ展を開催しています。俳句をテーマに旅集の俳句15句の紹介と今回初公開となる自筆原稿詩を展示しています。これは横光リーチ最晩年の作品です。横光リーチ展は10月30日まで開催しています。入場無料です。10月27日からは読書週間が始まります。今年は熊本市より資料提供いただき、頑張ろう熊本リサップと題して本と観光の展示を行います。漱石没後100年、漱石が熊本で教師をしていたことはよく知られています。熊本市はピースの又吉直樹さんを起用して、漱石ソークールというポスターや小冊子を作っています。漱石は熊本にいる間に宇佐神宮を参拝して、俳句なども作っています。漱石の見合い写真が表紙になっている本や、奥様の夏目京子さんから見た漱石の本もあります。今年は安治出身の石川武義氏が創業した出版社主婦の友社が創業100年を迎えました。石川武義は図書館も開設しています。そのコレクションの元は熊本県出身で市内に記念館がある親交のあった徳富祖法のコレクションでした。熊本と宇佐ではいろんな縁があります。上映会のご案内です。図書館では毎週午後2時から土曜日は子ども向け、日曜日は大人向けの上映会を開催しています。10月1日土曜日、機関車トーマスキャラクター大図鑑。10月8日土曜日、7つの海の事故8。10月15日土曜日、世界名作アニメーション3匹の子豚。10月29日土曜日、風の谷のナウシカ。大人向けは10月2日日曜日、太陽の罠1。10月9日日曜日、チャップリンアーリーコレクション、チャップリンの女装。10月10日月曜日、祝日の特別上映です。宇佐神宮の法上、宇佐神宮の風女豊祭祭。10月16日日曜日、太陽の罠2。10月23日日曜日、 NHK 今日の健康医が。10月30日日曜日、華麗なるギャッツビー。お話し会のお知らせです。図書館では職員やボランティアによるお話し会を開催しています。子どもスペースのお話の部屋で11時から。10月は1日土曜日、お話あのね。6日木曜日、お話大好き。4日土曜日、図書館職員。26日水曜日、玉手箱です。宇佐市民図書館は祝祭日も開館しています。ぜひ図書館においてください。お待ちしています。